香港チャンネル。質問を受けております。何でしょう。安倍元総理の追悼演説を、はい、立憲の野田氏が引き受けたということで、はい、結構アンチ立民からも野田さんならいいんじゃないかみたいなのが、まあ、声が上がってるということなんですが、うん、まあ、どう思いますかと。まあ、ええんではないでしょうかと。で、国葬儀にも参列されたんでしょう。はいはい、うん、最後、国会でバトルしたやん、はい、あの解散、はい、約束ですよって言って、うんうん、解散してね、そういうとこはなんかあの正々堂々としてあるなとか思うけどね、うん、でもあのちょっと気になるのは他の人は怒ってはれへんの他あの要請であれば、受け入れるということで、うん、はい、うん、一番野田さんがふさわしいんではないですか、うん、そうです。まあ、当初甘利さんがやる予定だったみたいなんですけど、与野党からお友達起用みたいな批判があって、うん、で、まあ、自民党は野党、まあ、第一党の元総理経験者でということで、うん、プレッシャーと孤独を最も知っているのが野田氏だみたいなので、こう演説を申し入れたみたいな。まあ、もうそれでいいんではないかなと思うけど、うん、ね、まあ、野田さんはなんか自分でも結構、まあ、ちょっと穏健な保守寄りみたいな感じの発言したりとか、まあ、なんか近い感じはあったりするんですけどね、うん、でもね、うん、あのいろんな領土問題の時とか、うん、ね、もうちょいしっかりあのほら東京とかとかいうのがあって、はいはいはい、尖閣の問題でも、うん、そういうところのね、やっぱりその時の、まあ、首脳陣っていうのがどうやったんかなとか、うん、後になれば思うところでございますけど、うん、まあそのいいんちゃいます。まあそうですね、うん、まあ、まあ、それ党として引き受けて、他の党は何か言うてないの、他の党はあれ野党第一党やからそうです、基本はまあ野党第一党の総理経験者にお願いするのが通例みたいな感じではあるらしいですよね。うん、これはもうまあいいんちゃいます、うん、ただあの自分とこの党から、まあ、天海さんはっていうの、それもなんか言われたからそうですね、まあ。まあそうですね。最初、批判があったからっていう。ずっとな、慣例があって、はいはい、絶対に野党やねんって、はいはいはい、言うんやったらもうそれでええけども、まあまあね、いや、それもほんまに、ちゃんとした決まりないんだ、うん、ないと思います。はい。うん、あんねやったら、まあそれはあかんけど、うん、それを言われて、はい、そうですかって言うのもな。うん、そうですね、うん。そこの部分が、うん、ああ、もう、どうなんですか、ね、と思うところでございますけど、だからね、だからもう野党もね、今後またこうやって本気で政権をね、狙いに行くならね、うん、世間の声をこう聞いてね、うん、やっていっていただければなと思いますけどね、この野田さんのこうね、ちゃんと受けて。な、でも考えたら怖い国になったよな、うん、演説中にこれでもね、蓮舫さんとか辻元さんやったらやりませんって反対って言ってたかもわかんないしね、追悼演説してくださいってお願い来てもああ、それ断んのかな。断るね。何でも何でも反対反対って。うん、まあ、まあ、そんなに言うてまった。あの、次の国会で。ね、今月の、まあ、下旬ぐらいに衆院本会議でその演説をやるということで。追悼、追悼演説を。はい。まあ、あの、さようの解散の時の話もすんねやろね。ああ、そうですね。だから、そんなんで。まあ、無事終わっていただければいいと思うところでございます。はい、盛り上がれへんやん皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。